どうも、石です。はい、僕ら、10年目なんですけど、はい、その10の指もクラスにはこもっていて、で、その10年を作り上げた、ディッシュの10年を作り上げていく中で、僕たち4人だけじゃなくてですね、やっぱいろんな人との出会いだったりとか、もちろんこれを聞いてくれるリスナーの方たちとの関係性だったりとか、なんかディッシュかける誰かっていうのがやっぱり、常に僕らを支えていたので、なんかそういうここで改めて、僕たち、4人が一人一人関わって、作った楽曲もあるし、アーティストと関わった曲もあるしっていう、なんかディッシュの道を改めてこのアルバムで示せたのかなという感じはします。で、それがタイトルにも思っています。そうですね、なんか僕らも今日やっぱいろんなことがあって、メンバーが、増えたり減ったり、それこそなんか、武道館も、何年かやってましたけども、なんかその中でもいろいろ悔しいことがあったりとか、なんかやっぱりいい景色ばっかりを見てきた僕らではなかったり、もちろんたくさん素晴らしいものを見せてもらったし、夢を叶えたりっていうことあったんですけど、なんかそこにこう勝ち続けてきたわけではない僕らの人生を、改めてこうやって曲にして、なんかこう弱いところも全部出せたのはなんかすごい良かったなって思って、なんかこう、特に2020年なんか日本では猫という曲でね、たくさんいろんな番組に出させてもらった僕らが、2021年一発目の作品でいきなり負け展開っていうところなんですけど、でもなんか僕たちってなんかそういう思いが強いというか、いつまでもこう反骨心というかね、何かを叶えたい欲望っていうのがすごいあるので、この曲にはそういう僕らの思いが詰まっているのかなと思います。はい、僕は失敗というかなんですけど、メンバーの中で一番よく転ぶし、よく怪我をするんですよね。で、そのルーザーのミュージックビデオを今年撮ったんですけど、それが1月とかだったかな、入ってすぐなんですけど、早速その MV 撮影中に転びまして、転んでたね、思いっきり転ん で、 でしかもね、それを MV で使っていただいたという、はい、猫ザファーストテイクで、1億回以上今再生されている、はい、すごい事件ね、事件ですよ、もうそうですね、すごいね、1億回ってなかなかね、見ないですからね、本当にディッシュのそういう YouTube に上がってる作品の中でやっぱズバ抜けてね、ズバズバ抜けてぐらい、再生回数をファーストテイクで、なってまして、なんかこうそれを機にこういろんな番組に出させていただいたりとか、本当にこの猫っていう一曲の楽曲でディッシュってものがこう日本中、いわば1億なんで、もう世界中にきっとディッシュってバンドがいるぜみたいな、知れたとてもいい1年だった2020年なんですけど、なんか本当にこうその猫での一個のなんかこう、ある種成功で、なんかこう今まで僕らもこうどこかせき止められてた感じっていうか、やりたいことがあってもやれないっていう、なんか曲も作ってもなかなか世に出せないっていうのがあったんですけど、それが猫というのがあったおかげで、一個じゃあ次は自分たちの、楽曲だったり言葉でもっと世に発信していこうっていうステージに上がれたので、本当にこうあいみょんだったり、これを聴いてくれてるリスナーの皆様、猫を聴いてくれた皆さんに本当に感謝していますし、ディッシュとしてなんかもっと面白いものをね、発信していこうっていう一つこう糧になったので、特にこのクロスから何か新しいものが始まるんじゃないかって僕らもすごく期待がありますね。はい、ドラマ猫の、挿入歌当たり前なんですけど、僕が作詞作曲しまして、このドラマ猫はなかなか切なくてね、男女の恋愛の話なんですけど、なんかすごく死生観だったりちょっとこう、命だったりとかに、訴えかけるような内容で、だからこの当たり前っていう楽曲もなんか最初ドラマの中でこう男性が、女性に曲を作って歌う場面があって、1番だけで、2番からはその女性目線に変わる曲になってます。なんかその男性がこの世界にいなくなっちゃったのか何なのか分かんないけど、それを
男性の思いを女性は背負って抱えて抱きしめて生きていく、なんかそういうこう悲しく切ない物語を歌にしたんですけど、でもなんかどこかポジティブなエネルギーがこもるように、世の中的にもこう当たり前が当たり前じゃない世の中だったので、小さなものもちゃんと幸せに、当たり前なことも幸せに感じれるような、なんかこう世の中に向けてもそうだし、なんかこういう気持ちがどこか共感できる人たちに寄り添える曲になったのかなと思います。で、僕たち過去に台湾でライブさせていただいたり、はい、まあ、だいぶ昔ですけど、行きたいな、ね、行きたいっすね、行きたい、本当に行きたい。なんかやっぱりこう台湾とかってやっぱこう日本のアニメっていうのがすごく、うん、あの文化としてなんか広まっていたりとかもするので、うんうん、僕らもね、だから今までもいろんなアニメのエンディング、あのオープニングだったりエンディングやらせていただいたり、うん、なんかそういう機会でもいいですし、本当にこうワンマンでライブできる日もね、うん、夢見て僕らも頑張っていきたいと思います、はい、以上ディッシュでした。